咳が止まらなくて、痰を吐き出すこともありました。でも、熱はなかったので、ただの風邪かと最初思ったんです。昔から体を動かすのが好きで、スポーツをよくやっていたんですが、ある頃から息切れがすぐ起こるようになって、最後には近くのコンビニにタバコを買いに行くのも辛くなってしまいました。COPD だと診断されました。もう少し早く分かっていたら入院することもなかったんだと思います。毎日が辛そうなんです。そんな父を見ている僕も辛いんです。